Thank you.
めっちゃ嬉しいですね。あれは手順がかかるね。ラッキー。そしてさっきの3度目の正直っていうのを英語で言うと何やねんっていう答えはまだ言いません。じらします。最後まで短い時間なんでちょっとここから1個だけバラードを挟もうと思ってます。我々お聞きの通りですね、プリンセスプリンセスの、カバーワールドをさせていただいてます。プリプリは、エヴァとカバー持ってる人がいるの？エヴァとカバー持ってるの？どこ？エヴァのカバーの人？ありがとう。ありがとう。皆さん、そうなんですよ。プリプリといえばですね、もう100人曲ぐらいの素晴らしい曲を、ね、作り上げているガールズバンドなんですけど、もうその120曲の中から今日厳選して本当5曲6曲ぐらいしかお届けできない、お聞かせできないのが非常に心苦しいですが、その中で1曲、一番有名な曲というと過言ではないですね、先ほどのダイヤモンドに続く名曲です。秋の2人のバラードです。聴いてください。
Yeah.
東のボストンではなくてボストンでございます。今日はよろしくお願いします。ボストン、ね、あの40年ぐらい前のですね、あのアメリカの、バンドなんですけども、まあ、結構有名なんですけども、まあ、40年前ですんで、まあそのね、今、いらっしゃる方々が、まあ、その若かりし頃ですね、思い起こせるような、ことができればなと。またボストンをよくご存じない方は、あのクルーさんにボストンのいい楽曲をですね、感じていただければなと思います。まあ、ちょっと時間がないのでどんどんいきますね。じゃあ、次の曲行きましょう。Peace of mind.We'll be right back.
じゃあ、まあ、でも曲を続けていきたいと思います。ファーストアルバムの1曲目、有名な曲です。これは知ってる方もご存じないでしょうか。じゃあ、More Than a Feeling。じゃあまた、今日は雨がすっかり降りましたけど、また僕からでお会いしましょう。ありがとうございました。